サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ理系担当、ベトと、どうも、カサニマロ文系担当、フキノトウです。今日はね、受験生の恋愛について、まあ、僕とね、フキノトウの対談形式で、はい、お話ししていこうかなって。いや、ないよね、今はね。これ恋愛、別にタブーではないねんけどさ、俺は言ってさ、あまりて触れてこなかった話題になるんですけども、下手だからです。そうね。だって二人とも、そんなに恋愛してるタイプじゃないしね。そう、モテないんですね。そう、見ての通り、モテないんですよ。ということでね、やっていきましょう。はい。そもそもありかなしかっていう。そうだね。カサニマロの回答をね、ここに書こうと思うんですけど。結構、だから自分で言うの変やけどさ、福野党はいたんですね。高校3年生の時に彼女がいて、高2から付き合ってる彼女がいました。っていうパターンで、いたパターンでなんですよね。だからそう。で、弁当がいなかったパターンで、そう。二人の意見もね、聞いて、なんか、別にこれでね、なんか今、分かるとかやめてほしいんですけどもね、一個まあ、お話し程度にね、お話し程度に聞いていただけたらいいかなというふうに思います。まあ、新規はなしだろうと。そうはね。そう、さすがにね。まあ、既存はね、僕らのことは決まってて、ありだと思います、これは。そうはな。受験ごときで別れる恋愛に価値はあるのかって話。そうはね。今付き合ってる彼氏彼女、まあ、恋人ですね、恋人に関してはいいんじゃないのって思いますけどね、うん、これ難しいところはね、ほんまに、うん、なんかありありって言いたい気持ちもあんねんけど、うん、すごい難しいなっていうのはこの辺は思いますね。そうなんですよ。なんか好きっていう感情を抑えることって無理なんですよね。うん、心理学専攻なんで、うん、その感情とか勉強しましたけど、うん、感情ってのはね、コントロールできません。うん、だから、まあ、なんだろう、その、どうしても好きな人います。告白したいです。どうすればいいですかってなった時は、まず計画ねって、うん。まず、綿密にこの人とどうやったら付き合えるか、どうやったらこの人を幸せにできるか、それをめちゃくちゃ紙に書き出して、計画立ててください。で、その過程で、あ、無理そうだなって思ったら負けられればいいじゃん。もう、それで計画立ててやる気がなくなったら、それでラッキーなんで、計画をまず綿密に立ててみてください。で、いや、俺は受験と恋愛両立させたろって言うんやったら、両立させたらいいじゃないですか。というか、もう付き合っても告白すればいいんですよ。まあ、ただ、勉強してないやつが、恋愛をしようと思っても、そいつに魅力はないと思いますので、勉強してくださいね。魅力は磨きつつ、自分を磨きつつ、どうしても恋愛したいんだったら、まあ、能動的に生きな。それが僕らの答えです。そうだね。ということで、行きましょう。うん、まあ、彼女いて良かったなって思う点は、基本的にはすごいなんかその、サイになってくれるし、まあ、お互い受験生やって、まあ、彼女の方が指定校だったんで、逆に、福井さんも後期まであったんで、すごいサイになってもらった。っていうのは、フィノトの時にはすごい大きかったかなっていうのはやっぱり思いますね。なんかお守りを作ってもらったり、とかそういう支えっていう部分ではすごい大きかったかなっていうふうにやっぱり思います。今日はもちろん、勉強っていうことで本当にフォーカスしちゃうと、やっぱりそのデートの時間勉強できない。かいうので、まあ、それがデメリットになるんかも、息抜き考えたらすごいプラスなんですけども、っていうメリットデメリットはあるかな。けど、フィノト的にトータル考えたら、うん、彼女いた方が、フィノトはね、良かったかなっていうふうには思ったりしますね。まあ、どうしてもその大学に、その、すごい、こだわりがあって、うん、この大学を絶対目指したいっていうその自己実現の願望がすげえ強いんだったら、それは別れた方がいいのかなって僕は思いますけれども、うんうんうん、そのなんかそのイーブンなんだったら付き合っていても良くないっていうふうに僕は思います。そうだね、うん、思います。じゃあやっていきましょう、うん、デートの頻度、これは大体月1回ぐらいかなっていうふうに正直思います。これはもう近距離でもまあ遠距離ってなかなか珍しいパターンかなと思うんですけども、まあ、大体月1回ぐらいが目安かなというふうに、普通とも大体月1回ぐらい、うん、っていう感じでしたね。まあ、夏休みとかってもうちょっと遊んでもいいかもしれないですけども、もう会いすぎてて、俺の友達の例でいくと、週、マジ、2回ぐらい、もう土日ずっと一緒におる、みたいなカップルあったんですよ。で、やっぱり、ダメやって、どっちも、受験生やったんです、どっちもダメやって、みたいなタイプやったんですね。だからそう考えると、月1回ぐらいにしといた方が、受験っていうことも考えると、両立させたいってことを考えると、いいのかなっていうふうに思ったりはしますね。まあ、ちなみにこういう本があるんですけども、こういう本に書かれてるのが、その個別ってのが大事で、個人と個人っていうのが大切なんですよね。もう、共依存の関係になると絶対いいことない。もう両方ともその恋人同士 A さんと B さんのそのお互いのことをすごい尊重して、お互いの時間あるよねみたいな、個別の時間、一人の時間を大切にするようなカップルが結局健全なので、週2回も3回も会うようなカップルは個人的にですよ、不健全だなっていうふうに思います。そうだね、うん、で後輩との交際、これはどうですか、弁当的には。これはね、もう理解が必要ですね。もうそれとしか言えないんですけど、もう後輩に理解してもらうっていうことはね。そうですね。なんかあったのが、高校3年生と高校1年生のカップルがあって、うん、うまくいかなかったんですよ、うん、で別れるんですよ、うん、ややこしいのが。そして高校3年生のその受験生の方がもうメンタルやっても勉強どころじゃない、うんうんうん、っていうので、とりあえずその後輩と交際する際っていうのは、なんかなんで会ってくれないのとかって言ってくるような人はちゃんとこう話し合って、そのそういうのじゃないよ、自分は自己実現がしたいんだっていう夢語ってもいいです。なんか夢語るなり説得するなりなんかして、しっかり話し合いをして、お互いがそのさっき言ったような共依存の関係って、もうカップルはめちゃくちゃ不健全なので、もう個人が大事ですよと、あなたもあなたの時間でも、あなたのなんかこの1年間でなんか自分磨いといてくださいよ、じゃあ大学行った後も付き合おうやみたいな、こういうできるんで、とりあえず理解が必要かなって。
ていうですね。なんかめっちゃイメージあれ、うん、今後輩付き合ってる人だったら申し訳ないんですけども、うん、なんか大学になったらあんまこの学年カップルって多分離れてもあんま長く続くとか短く続くとか感じないと思うんだけど、うん、高校の時になかなか長いのってある意味やっぱ少ないなっていう風に思うね。だからそういう面でも理解っていうのが本当に必要になってくるかなという風に思ったりはします。そうですね。逆に言うと浪人生との交際はこれが一番難しいと思うんですけど。そうだね。あ、これは大学生と浪人生とかね。そうだね。その高校3年生で一方が合格して一方が不合格みたいな形になった時に大学1年生と浪人生みたいな感じになると思うんですね。去年の方ついてますけど気にしないでください。この二人の関係どうしていくかってことなんですけど、先ほども友達で話していい、うん、中には1年間これ会わなかった人もいるんですね。これってすっごいチョイスっていうかすごい勇気のある選択だなっていうふうに思うんですけども、うんうんうんっていう人もいるなっていうのは聞きましたね。うん、まあ、はっきり言って、一番、こんな、まあ、後輩とか同級生、受験生同士で考えても、一番大学生浪人生は正直、難しいと思います。だから大学生の人が、本当に今時間があるんで大学生は、浪人生の人を支えてあげるようなカップルの関係づくりっていうのが一番大事かなっていうふうにやっぱり思ったりはしますね。まあ、浪人生と付き合ってる側、大学生の人ってのは、しっかりこう、見守ってあげてください。うん、で、なんかなんか何で会ってくれないのとかって、そういうことを言うと、さっきも言ったような共依存関係ですよね。個人を大切にしてないってことになるんで、そんな結局、結婚できないですから。断言します。結婚できません、絶対。なのでもうさっきも言ったようにその理解っていうのが大事なので不利な方に理解寄り添ってあげるっていうことが大切になるのかなというふうに思いますね。浪人生自体はどうしないといけないかっていうと浪人生自体は浪人してるんだから勉強に注力はしてほしいです。まあたまになんか LINE で電話するとかそれも30分40分ぐらい済ませていただいてってことが大切かなと思います。分かりました。どうする、これ難しいですよね。たまに YouTube ライブとかで本当に心を僕たちも苦しくなりますけども、弁の時にはどうですか。これはこれはねよく言うじゃないですか、忘れなさいっていうアドバイスをめっちゃ聞くんですよね。うん、無理に決まってるやん、足りるわけがないと、うん、どうしたらいいかっていうとこれも一つです。自分磨きをしてください。もう振り向いてもらえるように自分を磨いてください。男磨いてください。女磨いてください。人間自分磨いてください。そうするしかなくない。もうなんかこっちからもう一回言ったってその振られるの決まってんだから、振られてんでしょって。振られたっつうことはもう一回言っても振られますよ。だから今度はもう能動じゃなくてもう受動になるしかないんですよ、恋愛。だからもうまずもうそのもうこの人を取り戻したいっていうのやったらそのもっといい自分になりな、筋トレするでもいいですし、もっと勉強時間を増やすでもいいですし、勉強の質を上げるでもいいし、勉強のそのなんだろうそのなんかやり方変えるでもいいですよ。なんかとにかく自分のその例えばネガティブなことを言わないようにするとか目標をちゃんと達成できるようにする、なんか投げ出さないようにするみたいな、なんかいろんな目標を作って自分磨きしてください。そうすればもしかしたら振り向いてくれるかもしれないじゃないですか。だからその忘れるとかでそのなんか不健全なやり方やめて振り向いてもらえるように努力してください。それが健全だと思います。そうだね。じゃあ吹きの塔からこれ言う弁当、ああどちらも OK。 じゃあ吹きの塔からちょっと一個いいですか。なんか吹きの塔からこれなんか恋愛について最後のメッセージするならば、なんか今付き合ってる人に向けてのメッセージをするとなんかどうやって長く続くかなって考えた時にこれ心理学の方に一個書いてあったんですけども、やっぱりずっとその彼氏とか彼女がずっと隣にいるわけじゃないよっていうことを考えられた方がいいということですね。やっぱり長く続けば長く続くと傲慢になってきちゃうんですね。これ僕自身もほんまにそうだったしっていうのはあるんですけども、やっぱり傲慢になってくる。そこをどうやって、あ、彼女とか彼氏はずっとそばにいてくれる存在じゃないんやっていうマインドでいる方が絶対長続きします、うん、っていうことをね、最後昨日とからこの恋愛に関してね伝えたいかなというふうに思いますね。めっちゃ難しいですよねこれはね、うんうん、っていうふうに思います。もう一個言うと好きですみたいな、彼女作りたいです、彼氏作りたいです、恋人にしてしたいです、告白したいですっていう場合に、さっき計画立てるって言ったじゃないですか。まあ自分磨きしてもいいと思うんですよ。だからそのあの人から告られるのを待つっていうやり方もあるよね。で、告られるのを待つにしてもただ待ってるだけだったら悶々とするだけだから、そこでどうするかっていうと自分磨きいい土台があるじゃないですか。勉強っていういい土台があるんですよ、受験生って。で、そこでなんか自分磨きをしてもらえれば、まあなんか一番そのウィンウィンというか、なんかどっちも対応できてるかなっていうふうに思うのでいいかなっていうふうに。まあただもう本当に言いますけども、抑圧好きという感情を消すであったりだとか、好きだった人を忘れるってことはもう人間不可能ですので、もうむしろ抑圧せずにもう爆発させで忘却せずに何回もなんか忘却せずにその取り返そうとするっていう動きの方がむしろ逆説的ですけど忘れられたり抑圧できたりするんですよね。だから抑圧忘却ってことはしようとしないでください。これ感情全般に言えます。怒りを抑えようだとか緊張を抑えようだとか不安を抑えようとすると人間大体失敗しますっていう風に人間の体できてますので、もう感情ってものはもうあるがままに as it is でやっていただければいいかなという風に思います。そうだね。恋愛これ初めて時期よりも正直難しいお題ですよね。そう、なんか昨日の時はまあこんなん言ってますけど、うん、結局はもう気の赴くままになんかその後悔になるようにっていうのもやっぱり、うん、あるかなっていうのはもう抑えれないじゃないですか、正直。いや、昨日赴くままに皆さんが選んだチョイスが最善になるというふうに、まあ、運命最善になるっていう言葉がありますけども、カサニマのキーワードとしてね、運命最善になるんじゃないでしょうかっていうふうには思いますよね。まあ、言い訳には使わないでください、恋愛を。恋愛もするし、勉強もするし、それでもどっちも本気出してください。で、勉強だけなんたら勉強だけでいい。恋愛だけってことちょっとまずいけど、言い訳はしないでください。うん、それだけっす。はい。後悔ないように、頑張ってください。はい。よいしょ。じゃあ、最後は今後多分恋愛についてはすることはないかもしれないですけどね。だって、本当に、元カノ 1.5 人ですから、これ。0.5 はちょっとね。0.5 は、はい。終わりましょう。バイバイ。バイバイ。Thank you.
は